はい、ある先生が真ん中、真ん中ですね。悪い人が真ん中、悪い人が真ん中、はい、そうですね、はい、では、ごぼちゃいタイムですね。ごぼちゃいタイム、チャイで乾杯。はい、乾杯。はい、乾杯。ということで始まりました、ごぼちゃいタイム2回目。そうですね。で、前回のね、まあ、私たち素人なので、はい、いろいろありましたよ。そうですね、はい、EU の制限とかね、はい、いろいろ勉強しましたよね。実はこうね、50分ぐらい話してたんですけど、途中で30分でカメラが止まってしまって、電池が切れたわけでもなし、SD カードがいっぱいになったということもなかったんだけど、で調べてみたら、EU の、EU のやつらね、EU の関税の関税のことで日本のメーカーが、それに合わせてこれはビデオカメラの枠に入らないように30分の上限で作ってみたいな、ね、はい、ニコンを訴えないとねニコンを訴えるのか EU を訴えるのか悩んでたんですよね。仕方がなくした。説明書には載ってたんですか？説明書は読んでないか。まあ、で前回、その途中で切れてしまったんですけれども、はい、すごく面白い話が、はい、で会社ショックの、まあ、続きなんですね、はい、で、まあ、その話をカリ君ですね、はい、そうですね、まああまり、まあ面白くないかもしれないですけど、本当これ日本人で謙遜そうですね、10年前の話で、大阪で留学してた時は、電話がいっぱいかかってきて、あなたは自分の携帯電話でアダルト向けのサイトを見たでしょうって、見てないんですけど、どなたですか？いや、それはそのアダルト向けのサイトの、管理者で、あなたはそういうアダルト向けのサイトに登録したから、なんか50万円くらい払えって言われて、そんな見てないし登録もしてないしそんな払いませんって言っても全然聞いてくれなくて、で、まあ、どうしようもないと思って最後には日本語わからないふりしようかと思って、ずっと日本語で喋ってたんですね。ずっと日本語で喋ってて、で、前回ちょっと忘れてたんですけど、本当はそのナマステのちょっとあとちょっと続きがあったんですよ。で、実は私は日本人じゃないので日本語わかりませんみたいな感じで言ったら、日本人じゃないのって言って、何人なの？インド人、ああナマステって言ってじゃあちょっと変わるねって言ってもしかして違う人が出てきて、あんた日本のマフィアって知ってるって言ってマフィアですか？知らないですちなみに今マフィアの研究してるんですか？知らないです。そうだな、まあ、出て、うん、それで切られた。ああ、じゃあ知ってるって言ったら、多分ヤクザの、そうですね、そうね、うん、いや、この前も気になってたんですけどね、10年前って、日本に留学するのは、その20代、そうだね、ちょうど21歳。まあ、成人なんです、ね、はい、いや、インドだと18歳なので。そうです、日本だと、はい、で成人になるのが18歳で、日本だと20歳じゃないですか、はい、はい、でもしかしてその18、19の時かなと思って、ああ、いえ、20歳ですね、はい、知らないって言われたから向こうも、ああもうどうしようもないって聞いたんです見てたんですか？ちょっとめっちゃ見てない、見てない、すごい、いや見てても見てても見てたって言わない言わないですね、見てたらね、またそのほらさらに怖いじゃないですか。あ、特に大学とかのネット、寮のネットを使って
って言って利用のネットなんてなかったんですけど、ああ個人でネットを、なるほどね、はい、まああの、その何ヶ月かあとはあのうちの大阪外大にはこう留学生向けの大阪について勉強する科目みたいなのがあって、それであの1ヶ月に1回ぐらいはこう教室を離れて街をブラブラ歩いてみるみたいなこともあったんですけど、それで1回先生に大阪のヤバいところに連れて行かれて、どこだろうヤバいところ、なんて言ったの、忘れたんですけど、南の方です。南の方です。難波よりももうちょっと南の方。あの天王寺の近くの。もしかして先生だったんじゃないですか。その電話しましたのは。その時友達だったから。まあ、その時も全然この話は聞いてなかったんです。全然聞いてない。日本では多分2回くらいしか話したんです。2、3回くらいしか。まあね、2回目には僕がダッチャケのスカイプで詐欺電話やった。なんかね、ありますね、そういう外国人のふりをしてしのぐっていう。あそうです、私もですね、京都駅の、9番ホームがあってね、そこからあの、宇治っていう、大垣っていう、ところにね、その今寮があって、で、乗り換えがねちょうど9番ホームからなんで、部活が終わって、9時頃かな、あの9番ホームでねブラブラしてて、電車がしゃがってたんですね、で、そのちょうどその9番ホームの、その端っこというか、あの自動販売機があって、しかもあのフライドチキンの自動販売機があったんですね、フライドポテトとか、いろいろあって、でじゃあその写真をね、親に送ろうかなと思って写真を撮ってたところ、警察が、しかもフラッシュで撮ってきた、2人がね、警察2人が来て、警察官が、英語でね、また英語で車掌さんみたいにね、英語で。わあ、聞いてみこれ駅の中ですよね。そうそう、あのバットホームはい、まあ、そういう時にはどういうふうに返事すればいいのかっていうと、それで困っちゃうわけですね。で素直に何をしてたのかっていうのをね言えば多分分かってくれたと思います。しかし人のねとっさの苦悩っていうのはね非常に変で、それだけじゃないと思うんですよ。そこでね、日本語を知らないふりをしてで話をねうまく収めようと思ったんですけど、パスポート聞かれたんですよ。でパスポート聞かれて、あのビザにはその日検制っていう、日検制じゃなくて、あの文部省の何とかっていうのが書いてあるんですね。で大学のことも聞かれて、身分証明書が聞かれたんですよ。身分証明書ならね、ちゃんと日本語日本文化研究生って書いてあって、あなたは日本語はできるんじゃないですか。バレた。そうですね。ちょこっとできます。多分あやさんの中で一番できないことですよ。実は、人の貧しいとか、いやいや、まあ、そういうのは言ってないんですよ。で、あの、警察官が、ね、手帳を出して、メモしたんですね。そう。で、いろいろ聞かれたんです。まあ、やっぱりそれ、警察官は、まあ、そういう人に多分ね怪しまれるんだろうね、そういう人は。で、名前、大学で、そして寮の住所、全部メモして、じゃあまたねって言って書いてます。まあ暗いところにね、こんな人が、こんな人がね、あのリュック持ってて携帯で、まあでもね、テロリストとか、ライド事件の、でもね、テロリストだったら絶対フラッシュなんか使わないと思います。確かにバレました。そう、そんなバカな人が5枚もねここで、
でもあの時は嫌だったんですね。あ、うん、何が嫌だったんですか。いや、あのなぜ聞かれたのかっていう、あの僕のね、その返事もおかしかったんですけれども、うん、その前の、まあ、いろんな人が、あの同じ、その米国、アメリカとか、うん、フランスとかから来た人がね、同じようなことはしてるんですけど、うん、なかなかね、あの、まあ、聞かれたりはしないので、で日本にいた時は、まあ、2、3回はね、はい、あったんですね。ありません。あ、うん、あのやっぱり白人とその他の、うん、あの外国人に対する扱いはちょっと違うかなと、うん、ああそうそう、僕も警察行ったりねえ、やったことあります。大阪で、まあ、まあ警察が悪いわけではなくて、ただ仕事してるわけですけど、まあそうですけど、で別にあの止められて変なこと聞かれるとかなくて、ちょっとあの在留カードは今の言葉で、昔はなんで外国人登録証明書を、そうですよね、はい、見せてくださいって言われて、はい、まあ、それを見せたらもう普通に、はい、うん、なんか日本語上手ですねみたいな、うん、そうよくある、まあ、そこね、はい、まあそこはね警察もね、うまく今警察の警察風のもてなしっていうか、はい、ちょっとこうね、うん、ちょっと上げて、はい、ではさよなら。まあでも逆に日本の警察ってインドの警察に比べると、まあ、中国サイドがいいので、はい、本当にすごい全然、うん、あのこの間聞いた話なんですけど、東京で留学してた友達の同級生で、あの南米の人だ、うん、南米の男の子だったんですけど、彼が日本の警察を見ていつも歩いてたんですけど、うん、あの寮から駅まで あの途中にあった警門で、うん、あの警察官が立ってこう、うん、こう立ってるんじゃないですか、あの交番で、ね、見てるで、彼があの自分の国の警察はいろんな仕事があって、いろんな犯罪とかあっていつも大変なのに、なんで日本の警察がもじりっと立ってるんだろう、イライラしてそれでなんかしてやろうみたいなことで警察官に言って、うん、すみません、ビザがありません。え、いたずら、もしかしたらいたずらで、暇そうですね、すみません、ビザがないんですあ、それ交番じゃなくて、あの交番に行ったんです、交番に交番行ったんですね、交番に行った、交番に行って自分でビザがないんですねそれで警察官が、うん、あの子の顔がもう知ってたんですよね、毎日放送が毎日あるでそれで警察官笑っちゃったみたいないやいや、まあまあ帰りなさい分かってるなめっちゃ面白い、度胸ありますねそれ下手したらね私この前日本に帰った時に外国人に間違われました。なんかあの宿、ユースホステルを、うん、あの予約してて、うん、探しながらこう商店街を歩いてたんですよ、こうトランクを引っ張りながら、うん、そしたら夫婦がこう来て、ハローみたいな、ハローメイヘルプユーみたいな感じで聞かれて、オーケーやピースとか言ってたら、ね、なんかどうしようと思ってそんなに英語が出ちゃったんですよ、で向こうがそう、あのその宿の名前でどこそこみたいなのを聞くんで、えぇ、I'm going here って言ったら、あの、あStraight, that one. 私は逆に向こうがなんか中国人かなんかで助けてほしいのかなって思ったら、なんか向こうがヘルプ、メアヘルプよって言ってきて、あ、助けてくれるんだって思った時にはもうそれで日本語、英語で会話し始めちゃってて、なんか後に行けなくて、で、あの、that one, you see? みたいな感じで、あ、あ、ありがとう、すいません、あの私日本人です。これのためになるからね。すごいなんか恥ずかしい。しかも日本人同士で英語とは珍しい。なんか全然日本人に見えないですけど、うん、まあ。インドでは確かにありますもん、こう、うん、英語で話してて。で、え、ベンガル人？インドはベンガル語で話してる。ではベンガル語。ありました。